はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、小学校受験試験前の過ごし方、前回に引き続きですね、その2、子どものストレス。では西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、小学校受験に向けてね、いろいろと準備をしているわけですが、まあ、いよいよ受験が近寄ってきました。で、ここで2つに分かれると思うんですが、受験に向けて、まあ、追い込みというかね、どんどんその日々ね、受験に向けて気持ちを高めていくパターンと、やっぱり受験をする前にあんまりね、追い込みすぎるという言い方は変かもしれませんけど、やっぱり試験のことを意識しすぎると子供がもうストレスでやられちゃうかもしれない、かわいそうかもしれない、そういうふうに考えている方も中にはいるようです。そうですよね、うん、まあ、私の場合は、うちの場合っていうのは、みんなもう、まあ、親も追い込みますけど、うん、まあ、私たちもね、追い込むってガンガン追い込むわけじゃないんだけど、それはもう、なんてペーパーができないの、どうしてペーパーができないのって、そういう追い込み方じゃなくて、うん、やっぱり、試験のためにね、どういうことを準備していかなきゃいけないのか、あと何日でやらなければいけないのかっていうことを、すごく子供なりに自覚をするっていうんですか、 ある程度その逆算をするというか、ここに受験に向けて今行ってるんだよっていうことをちゃんと認識させるっていうことですね。そうです、それをさせないで、楽しく気持ちをリラックスして、まあ、親とね、楽しい話をしてっていう、そういうふうに考えてらっしゃる方って多いと思うんですよ、はい、やっぱり幼児だからかわいそうっていう、そうじゃないんですよ。親も本当に面接に向かって追い込まれてってるし、願書も書かなきゃいけないしっていうことで、親も追い込まれてる状態で、それで子供だけにはニコニコしてリラックスしようね、何しようねって、試験ってリラックスして受けるもんではないんですよ。そうですね、ものにしてこなきゃいけない。だから私すごくね、前から言うんですけど、あんまり詳しいことはもうよくわからないんですけれども、でも例えば行政って皆さんおっしゃってますけど、行政が人気があるってこと、人気があって、まあ、行政に行きたいとか、はい、行政に、でもね、行政に行こうなんて思ってるんであれば、もうびっくりするのは、私まず行政の先生から聞いなんかで、昔に、お話を聞いた時に、はい、うちはね、植木鉢で育ったような子供はいらないんです、うん、もうね、雑草のように打たれてもね、生えてくるような、そういう子供が欲しいんです、たくましい子みたいな、で、なんかそういうたくましく門があって、で、やっぱりそういう厳しく、もうその雑草のように打たれても育ってくるような子たちじゃないと、この門をくぐるなみたいなことをね、うん、行政なんか言ってるんですよ、はい、でも私はその気持ちすごいわかるなっていう、うん、植木鉢でね、育ったようなね、本当に餌やって水やってそれですくすくと育っていくような子はいらないっていう、それはすごくわかりますよね。そうじゃなくて、それは何が言いたいかっていうことは、たくましい子が欲しいと。そうですね、そうだから、それはね、行政だけじゃなくて、もうそれはどこの学校も求めてることなんですよ。やっぱり入学後にその手取り足取りしないと学べない子は困るっていうことですよね。そうなんですよ、だからこれだけこういうことをやったら疲れちゃうから、いや、これはやめておこう、こういうことをしたら疲れちゃうからやめておこう、いやね、それではね、学校生活がやっていけないんですよ。特に私立って結構厳しいですから、もうこの間も学校明けてまだ何日も経ってないんですけど、もうすぐに50点50問で1問2点だから、それ2かけたら100点ですよね。100点満点、つまり50問のもう漢字試験やってるんですよ。小学生2年生で、それで、まあ、うちの生徒は98点だったんですけど頑張った、ね、でも98点もそんなにいないっていうんですよね、はいはいはい、だからみんな夏休みだろうが、もうそういう勉強もしなきゃいけない、開けたらもうすぐテストみたいな、どこそこの学校も算数のテストがあるとかっていうぐらい、学校に入ってからそういうぬくぬくして育ってきた子たちって結局生き抜いていけないんですよ。学校の宿題も多くなっちゃったりするとやりきれなかったり、だからそれの前哨戦なので、やっぱり学校側も強くてたくましくてっていうことを考えると、そんなにね、リラックスして子供が傷ついちゃいけない、今こんなことを言ったらとても傷つくかもしれないなんて、そういう声かけをしてるっていうのは、
そもそも逆に試験の時に平気しちゃったみたいな感じになるんですよね。でそうなんですよね。やっぱり心構えしてなくて当日試験会場行ったらその空気感でびっくりしちゃうことってありますものね。そうなんです。でやっぱりうちですごいなと思ったのは、まあ歴代2人ぐらいいるんですけれども、はい、あの前日までうちはやるんですよ、本当に前日まで、はい、でみんなも前日までやっても次の日が11月1日だって分かってるんですよ。帰らないんですなかなか、うん、だってもう明日早いんだから早く帰ったらって言うんだけど、でも先生もう今ここで帰っちゃったら家に帰って寝たらもう先生テストになっちゃうんだけどっていう、うん、でもさすがにそう言われると、でもねもうこんなにいっぱいやってきたんだからもう絶対大丈夫だからって私は逆に言うんですけど、なかなか帰ろうとしないんですよ、うん、でもやっぱりそういう子っていうのはすごく試験も意識してるし、じゃあ明日頑張らなきゃいけないんだろうなってもう自分の中に決意をしてから家に帰って行ったんですけれども、うん、でも結果全部受かってるんですよ。そうですね、やっぱり明日が試験だっていう認識があるかないかというところ、ね、そうなんです。そしてもう一人の子も、まあ、そう言って帰ったんですけれども、はい、それ早生まれの子なんですけど、うん、あの試験の前に別に誰も起こすわけじゃないけど自分でもうパッと早く起きて、うん、自分で支度をしてよし行くぞみたいな、なんかそういうそれも全部入りましたけど、やっぱいい緊張感、ね、だから結局そうなんです。やっぱりね最後までもう諦めないでやっぱり頑張るっていう、うん、そういう気持ちが私は試験に出ると思うんですよね、うん、だからもうあと何日あと何日あと何日って、特に11月1日に整形とかもう2日目に行政なんか受ける子たちってはっきり言ってもう整形20年分それから行政10年分やって過去問ね過去問をやってもうみんな挑んでってるんですよ、うん、だからやり残したことはないだろうか、それをね家に帰ってリラックスして気持ちよく過ごしてなんていうのはねうまくはいかないんですよ、うん、やっぱり切羽詰まって切羽詰まって、やっぱりそれだからこそ当日頑張ろうみたいな、うん、そういう気持ちになるっていうのが結局はたくさん合格してるんですよね、うんうん、ただちょっと今の話を聞いてると、あのこの動画を見てる人の中にはね、まあ、確かにフレンドリーの子たちは、ね、しっかりしてるからあれだけど、でもうちの子はやっぱり優しいしね弱いからそれはできないかもしれないと思ってる方はいると思うんですけど、そのやっぱり選ばれし子がやっぱりそのしっかりとストレスに耐えられるってもんなんですかね。そうだと思います、うん、でも誰でも それなりにやることをやれば強くはなれますよね。そうなんです、うん、だからやっぱり中にはうちの生徒だけじゃないですけど、うんうんうん、よその生徒でも、まあ、有名な私立小学校に入ってるっていうお母さんたちの特徴を見てみるとみんな厳しいですね。そうね、厳しいです。穏やかそうに見えてやっぱりちゃんと言う、そうなんです、言う時には言えるっていうね、穏やかそうに見えてるんですけれども根が厳しいなっていう、その心底を頑張らせるとか、不思議とそういう親の子たちがみんな入ってるっていう、だからうちでもうちの生徒でも11月1日の試験の時にやっぱり一人のうちはちょっと家でねゆっくりしてみんなでお食事をしながらゆったりとして試験に臨みたいですって言ったご家庭と、はい、最後の最後までケンパしたりもうこれ以上出るもんないよっていうぐらいしつこくやってそれでもなかなか帰んないからもう大丈夫もう全部やったからって言って帰っていったお子さんがいるんですよ。それでこれってどういうふうに出るのかなと思ったら、やっぱり最後結果はその最後の最後までしつこく残ってやっていった子は受かったんですけれども、やっぱりそうやって挑んだ方は落ちてしまったんですね。だからどっかにやっぱり最後の最後まで緊張感っていうのは崩しちゃいけないっていう、それはもう子供も親も共にそのメラメラっていうものを思ったまま試験に向かうというのもあるかもしれませんね。そうです。やっぱりやるぞみたいなもう戦闘態勢じゃないんですけど、うん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 、やっぱりそういうものを持って試験に臨む、だから楽しんできてね、幼稚園だと思ってやってきてねなんて言うと、おおそうか楽しんでやるかじゃあこの遊びも楽しんでやろう、いやこれで遊びたいから僕はどうしてもこれで遊びたい、そこで喧嘩になると。でもうちの生徒みたいにこれはテストの遊びだって言ってあるから、そうするともう取り合いになったらこれは落ちることになるからどうぞってあげちゃうとかね、そういうのはこう試験官は見てるので、あこの子は譲ったなっていう、でもそこは計算してみんな譲ってるので、い
その1年で6年間変わってくると思うと大きいですよね。そうです、やっぱり幼稚園で、うん、幼稚園のように楽しんできてねとか言ったら、それは欲しいもの持ったら欲しいもので、子供だから遊びたくなりますよね。遊びに行くような感覚になっちゃったね。それを試験だ、この遊びは試験だと思ってたら、これは不利だと思えばやめた方が勝ちですよね。だからそういうことを、あの幼児でも試験だっていうことを、日々日々試験が近づいてきてるっていうことをやっぱり意識しなければ当日の試験は取れないっていうことなんですね。だからどんどん精神的に追い込んで緊張状態にさせるっていうよりは、もう盛り立てて言ってあげるようなイメージですね。そうです、もうあと何日を、そうやるよ、今やるしかないんだよ、この1回で決まるんだよっていうね、そういう緊張感っていうのは私たちは言ってますね。そうですね、はい、なのでストレスではなくて、そのいい緊張感をね、ちゃんと与えていくということだと思います。そうなんです、だからもう、うん、あんたなんか落ちるわよとか、絶対落ちるわよとかね、うん、そういう言葉かけはしてはいけない。そうですね、もっと明るい未来を想像しながら子供をどん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 上げていく、上げていくっていうことが、うん、だから10月でも第4週でね、終わってあとの1週間はね、ゆっくり過ごしてくださいなんて言うとペース変わっちゃうんですよね。そうですね、でもうちなんか第4、うん、第5週こそが最後のチャンスなんですよ、ね、そう思ってやってる人とそうじゃない人とは、おのずと差が出てくるっていうことだと私は思います、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございます、はい、まあ、そういった方にもおすすめなのが小学校受験総合対策講座です、年長さんを対象としておりまして、月4回の授業をベースで取っていただいた方には、オプションになりますが、お預かり授業や絵画工作クラス、願書対策、面接対策を利用することができます、まあ、それこそね、追い込みでとして使用していただいても構いませんし、やっぱり受験に向けてどうもこの今のままだとペースが怖いなという時にはね、活用いただくのもちょっといいかもしれません。あと親子の親子関係が悪くなってきてる時は、一回離れた方がいいかなと思います。やっぱりね、家の中にいてもこの時間6時までが先生です、6時1分からお父さんですっていうわけにいかないですからね。そうそう、お父さんお母さんになりますってわけにいかないので、うん、親子関係が悪くなるとどうしても面接にはそれは出てしまうので ね、それだけは防ぎたいなと私は思ってます、うん、なんか教えるのは幼児教室、ご家庭はご家庭みたいな、ね、そうですね、今大事なのはそこだと思います、うんうん、休む場がなくなっちゃいますよね。そうね、勉強は教室で、それでリラックスは残りの時間、うん、勉強が終わった時間に今度家族でみたいな、そこのメリハリっていうのはきちんとつけた方がいいと思います。そうですね、はい、ぜひご利用ください、お待ちしております、はいはい、またすみません、画面がちょっと乱れましたが、メールマガジンも配信しております。受験に関する内容のほか、セミナー情報などもね、配信してまいりますので、よろしければご登録ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。まあ、それこそね、うちの子供このまま受験に行けるかしらとか、そういうお悩みでも大丈夫ですし、はい、やっぱり今ね、年長さんで他の幼児教室とか言われてる方でも困ってる方がたまにいらしてね、いろいろお話しされていくんですけど、その悩みを持ったまま面接に行くとか、悩みを持ったまま受験会場に行くって絶対いい影響ないので、ここ外部だから気まずいとか思わずに、何かあったらぜひ利用してみてください。はい、体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。お問い合わせ先です。 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、西荻フレンドリースクールでは、今後も小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、海外での教育などなど幅広く配信をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、では本日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼いたします。